片岡です。今日はですね、熟柿というお菓子を作ってみたいと思います。柿のお菓子というと、普通柿のあんこをこう生地でこう丸めて、包んで丸めて作ると思うんですけれども、今日はですね、巻物仕上げといってですね、あんこをこう生地で、曲げてね、巻いてですね、仕上げる方法ですね。巻物っていうとですね、一回こう薄く生地を伸ばして、それから正確に生地をかかって包丁するようにやるんですけれども、今日はですね、それもなしにですね、簡単に作る巻物仕上げの方法で、熟柿を作ってみたいと思います。はい、まず練り切りの重さですね、濃いオレンジ色が 11g、そして薄いオレンジ色、ちょっと黄色が入っている、オレンジ色が 1g、 そして白い、練り切りが、8g、そして中あんが、16g、今回は柿あんを使っていますね。そしてひき茶が適量で、ごまが1粒、あと黒文字が少し、いります。ではいきますね。はい、まずオレンジ練り切りを棒状に伸ばしますね。そして黄色練り切りを、この先端にくっつけますね。はい、そしてですね、白い練り切りも伸ばします。はい、そして、この布巾を広げますね。布巾を広げて、これをこの上に乗せてですね、はい、そして布巾をかけて平板で潰しますね。はい、そしてもう一度布巾をかけて綿棒で伸ばします。で、幅がだいたい4センチで、長さがだいたい9センチぐらい、いや10センチぐらいですね。9.5 から10センチぐらいにしておきます。そしてですね、長さになったら、寸法になったら、ここを押します。ちょっと縁を押して薄くしますね。縁を薄くします。これが今だと 4.2 ミリの、10.5、 ちょっと長いか。じゃあちょっとやっぱり短くしよう。はい、そうですね、大体いいですね。はい、そしたら、中に入るあんこをですね、丸めて、巻いて、乗せて巻きますね。で、この時ちょっとね、先端を
1万で、こんな形にしておきますね。巻いておきます。そして、このヘタをねつけますね。平板で潰します。はい、そしてアジサイの抜き型で抜きますね。そして上に乗せて、黒文字をこれ半分に切ったやつですね。これを刺します。中央に刺しますね。最後に黒ごまをつけます。はい、これで熟書きの完成です。ありがとうございました。